こんにちは、たくみクラフトと申します。今日はアリオンの SAD3 ステレオディレイのレビューをしてみたいと思います。早速クリーントーンです。オンにしてみます。はい、こんな感じのディレイなんですけれども、特にこれはアナログディレイですね。ステレオディレイっていう名前で、アナログっていうふうには名前では歌ってはいないんですけれども、実際中を見てみると BBD を使用したアナログディレイになっています。そしてさらに特徴的なのがステレオアウトになっているっていうことですね。今最近ステレオ環境を導入しまして、多チャンネルのオーディオインターフェースを導入したのでステレオで録音できるようになったんですけれども、そんな感じでステレオを活かして録音しています。早速つまみをいじってみますが、パラメーターとしては一般的なディレイと同様ですね。一番端左のディレイというつまみでディレイタイムの調整です。ただしこの機種は結構廉価版の機種っていうこともあって、ディレイタイムが20ミリセカンドから最大200ミリセカンドまでなので、結構一般的なアナログディレイって短いものでもだいたい300ミリセカンドとかだったりするんですけれども、それよりもさらに短い200ミリセカンドが最大になっています。まず一番左の状態が、こんな感じ。そして12時、3時、そしてマックス、これが200ミリセカンドですね。ずいぶん短いので、ロングディレイというか、リードとかにかけるにはちょっとディレイタイムが短いかなというふうに感じます。なのでもう完全にエコー、リバーブの代わりみたいに使うとか、あとまあスラップバックディレイみたいな、に使うっていうのがいい感じの機種ですね。そしてデプスというのが、いわゆる、ミックス量というか、ディレイタイムをどれだけ、ディレイタイムじゃない、ディレイ音をどれだけミックスの中に混ぜるかというつまみです。表記が珍しいんですけど、まあ一般的なミックスとか、ボリュームみたいな、ディレイボリュームですね。一番左で全くディレイがかからない状態です。で、12時で、3時、そしてマックス。結構そもそものかかりが薄めなので、デプスは上げ目で使ってあげた方がかかりが分かりやすいかなというふうに思います。まあちょっとディレイ切れが悪いなっていうふうに感じたら下げてもいいと思うんですけれども、12時より下げるともう本当にうっすらかかってるかかかってないかぐらいにしか分からないので、まあ基本上げ目でっていう感じですね。そしてリピートがフィードバック量の山彦の回数ですね。左回し切りで
フィードバックが1回。マックスにすると発信はしない、マックスにしても発信はしません。まあアナログディレイとしてはちょっと残念っていうところではありますが、はい、つまみはこんな感じですね。そしてアウト2の設定がこのトグルスイッチというかスイッチがついていて、右にステレオっていう風に選ぶとステレオで、右からも左からも、ダイレクト音とエフェクト音が混ざった音が出力されます。そして左のダイレクトを選択すると、アウト2からはダイレクト音で、アウト1からは、エフェクト音とダイレクト音が混ざった音が出力されます。今左から、エフェクト音とダイレクト音が混ざっている音で、右からはダイレクト音のみが出力されている状態です。なのでダイレクト音を別々で出力したい場合はこっちのモードにするのがいいかなというふうに思います。はい、そして、ステレオの使い方なんですけれども、ディレイっていうのはやはりペダルボードなんかでは一番高段の方につなぐことが多いと思うので、特にまあリバーブなんかの代わりに使う場合はまあ一番最後かなっていうふうに思うんですけれども、まあそういう場合にスプリッター的な役割としてステレオアウトがあると便利かなと。最終段で、ステレオに分けて2台のアンプにつないで出力するとかっていう風に使えるような機種かなという風に思います。まあ残念ながら廃盤になってはしまってはいるんですけれども、結構中古で数は出回っていて、でかなり安いので、まあ1台持っていても損はないかなという風に思います。意外としっかりこの値段にしてはちゃんとアナログディレイの音がまあこもっている、ちゃんとこもっているアナログディレイの音っていうんですかね、がするなというような感じです。で、気をつけなきゃ、ちょっとまあ余談ですけど、気をつけなきゃいけないのは、最近アナログディレイっていうタイトルで歌っているくせに、実は中デジタル処理みたいなで、結構音がなんていうんですかね、キンキンするっていうか、デジタルディレイにハイカットフィルターだけかけてるみたいな。そうするとちょっとやっぱりアナログディレイとはニュアンスが異なる音なんですけれども、特にその中国系廉価ブランドでそういうような表記で歌っている商品が多いので、そこはちょっと注意しなきゃいけないなというような感じです。こちらはまあ本当に逆にアナログディレイ歌ってないけどアナログディレイっていうような機種なので、もし安いアナログディレイを使ってみたいなっていうような方はこちらのアリオンの SAD3 おすすめです。はい、それでは今日はアリオンの SAD3 ステレオディレイのレビューでした。よろしければチャンネル登録、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。以上、たくみクラフトでした。